やっぱりもうウォルルト・ディズニーーーイコールミッキーみたいいななあるじゃないですかなんかそういうのが常にな,なくてなんか常にその段ボールっていうのなんかもやっとしたものしかな,ないっていうのがこうなんかこうもやもやしますしそうなんですよねなかなかミッキーが出てこないっていう <laughs> いやんなんでしょうねこうずっと抱えてはいるんですけど私がすごいと思ってる人たちはやっぱオリジナルを作ってる人が 多いいっていうのもありますしその尊敬してる人たちに近づけない私みたいな部分もありますしなんかいろんな,なんかこう負の感情みたいなものがなんかこう常にこうモヤモヤしてるんじゃないかなとは思うんですけどいやもう本当にすごく悩ましくてやっぱりあの梨の場合はモチーフがあるものばかり作っているのでそのオリジナルのものではない。 っていうのはやっぱりもう作った当初から引っかかりはずっと続けてます <music> はいそうなんですねやっぱりその作る前にやっぱりあるものを持ちま戦、あ、車だったらその戦車への愛がさ最初に前提としてあって作れるものなので、なので そのオリジナルってやっぱりまだないものをまず愛すっていうことがその作業ができないのでなのでなかなか私はそっちの方向にまだ行けてないっていう感じですいやうーんいやないとも言い切れないっていう感じではあるんですけどいやなんかこうやっぱり一時期はあったんですそのオリジナル思考にいった方がやっぱりその ちゃんとしてないっていう言い方は変ですけどなんかこう「ありものの力を借りてるだけだ」みたいなこともすごく言われたこともあったのでなのでオリジナルをどうにか生み出せないかっていうのはやったりあのもちろんデザイン描いたりだとかしていたこともあったんですけどなんかあんまり楽しくなくて <laughs> な,なんかあんまり楽しくないなっていうのがそう結構続いたのでだったら今オリジナルが楽しくないんだったら。 今あるモチーフを段ボールで作ってやってみようっていうのを今こっち,こっちの道をこう続けてる感じででもこっちの道オリジナルの道もあの捨ててはないですそうですねそのそのオリジナルの絵ンだったらその梨が今持っているあの積み上げたものの中で一番合うものっていうのをこうどんどん当てはめて作るっていう感じに作,ります作ると思います。そそうですすねやっぱりりたまにあのありまにあ例えばその 私はそんなに海物は作,ったり、まあ、会場は作るんですけどあの具体的にその魚とかは作ったことはないんですけどその魚作ってとかっていうお題をいただいたりだとかあとそのあんまり建物建築っていうのも作ったことあ自分の好きなもので作ることはあまりないんですけどでも建物系を作ってとかって言われることも結構あるのでなのでその時にはちゃんと下調べをしてどれだったらあの自分が作れて。 そして段ボールを可愛く見せられて、いい風に見せれるかっていうのを、あのこうどんどん作り上げていきます。えーとですね。建築物だとあのー、5月末の個展で吉祥寺の町っていうのを作るんですけど、あの吉祥寺の町にある外観建物の外観、そのお店のドアだったり、お店の窓だったりっていうのを、こうワンポイントで作って、そしてまあクイズ形式にするっていうようなイベントなんですけど、なので、もしだったら。 まだ作らないかなっていう感じのものなんですけどそれはもうお題を頂い,いてこれをいくつか作ってくださいっていうふうにあの言われたので私ができる範囲で段ボールを可愛く見せつつ建物だったらこういうふうなものがか可いいかなっていうのをこうどんどん作り上げていっていいっぱい並べてみましたそうなんですもうあのすでに自分の中では構想が広がっていて。 ま,あまたこれもありものなのであれなんですけどあの吉祥寺の街の外観ができるんだったら映画の中のセットもできるはずっていうのがあってそれだったらあの人好きな「あのハリー・ポッター」のダイヤゴン横丁とかできるんじゃないかとかっていうのはもう自分のの中での構想は広がってますそうなんですよねやっぱり自分の中でも悔しいですしそのやっぱり外から見る人は余計その面ばっかり見えちゃうのでなんか結構悔しい部分は。 あります権利だ著作権だとかやっぱ肖像権とかいろんな権利問題がある中でなんかやっぱりそうやっぱり今 YouTube とかもそのゲーム実況とかも増えてきましたしあとその歌この曲を歌ってみたとかもあるのでなんかいずれちょっとそういう部分が和らいでくるのかフランスみたいに和らいでくるのかなっていうのはちょっと期待はしてはいるんですけど。 でも期待だけはし,あのして何もしないっていうのはダメだと思うのでなので私はいまだにもう、まあ、展示会するときは必ず入場無料にするとかその作品の写真、まあ、あの権利問題があるような写真は売らないとかなんかそういうのは声を台にして言ってます。 まあそういうちっちゃい部分からこう火種になってどんどん燃や下がってっていうことがきっかけになっちゃうのでなんでとにかくもう入場無料っていうのはかなり大声で言ったりそしてあのやっぱり大きなイベント会社でお金取りたいんですっていう方の会社の場合はもうそっちで許可取ってくださいっていう風にお願いして許可が取れた場合有料にしてもらったりだとかっていうことをまあそういうちゃんとした部分はちゃんと持っておかないといろんな問題になってしまうので気をつけてます。 もちろんあの高島屋さんとかでやったイベントで文房具アート展っていうあのイベントだったんですけどそこはもう入場チケット制だったのでそこではもう完全にあの権利を全部取っていただいてもう時計から車からあともうお菓子のパッケージとか全部許可取っていただいて、まあ、むしろ許可がりりたたた。ものだけ展示ししっていう感じでもありましたその中でもやっぱりその企業さんからその許可取る時に。 これだけこの墓地だけは掲示してねとかっていうのもあそういうのもあったのであなんか許可はちゃんとしたルートで取ればちゃんと取れるんだなっていうのも思いながらでも自分でやる個展とかっていうのはもう全部入場無料にしてとにかくあの見に来てください見に来てほしいのでなのでそこを強調ししてて言うようよにはしてますいやあのそういうのが来ればやっぱりもちろんやりますし。 一回断っちゃっったことがあってあてのちょっと作品名は言うのはあれですけどその割と大人気漫画がアニメになるのでそのアニメになるその時にあの作品作ってくれませんかっていうふうに言っていただけたんですけどちょっと絵的に密度がなくて梨の作る作品は割とその密度があってその段ボールの可愛さが出てあと いろんな影をダン、えー、ボールで影を作って立体的にしていくのでその白紙にキャラがポツンと立ってる絵だけだとやっぱり見栄えがしないっていうのでこだわっちゃったこともあってなのでそういうのもあるやっぱりあるのでできるものとできないものがあるっていう感じですそうなんですよねやっぱりあのオリジナルのものをこう引っさげていってるわけではないのでなかなか自分からあの。 「のジャンプ」の表紙作ったんですけど「シュエイサ,サさんどうですか?」っていうのもやっぱり言いにくいですしそれより言いにくいのもありますしあと私が言うのが苦手っていうのもあるのでなのでその SNS でここの面白いでしょうっていいいいいでででししょょっっっててててううう風風ににんなな可愛写真を上げているっていう段階ですなんかこう下心ある感じもすごく嫌なので。 やっぱりせっかくあのストレートにあの見に来てくれてるのにそこでこう下心あるっていうのがすごく私も嫌いなのでなので自分もしないっていうのもあってあんまりその知り合いにどうですかどうですかっていうのはやってないですあもうすごく起きてますやっぱりもうそうですね本当に最初は最初ダンボールを作り始めた時は戦車ばっかり作っていたんですけど。 戦車の次はやっぱり車が好きになって車の次はバイクが好きになってっていうこうなんかこう段階段階というかこうどんどんビールだとアサヒビールもちろんしょっちゅう飲んでましたけどその改めて自分で作るってなって見たデザインを見た時にそう本当にバランスが文字のバランスがいいその文字だけで構成されててこれだけでこの かっこよさが出るのかとかっていう。もう新たな。もうなんか気づくことばっかりなので、もう作れば作るほどいろんなものに気づけるので、すごく楽しいです。ああ、絵本だったら私はなんかこう。ビル街とかなんかこうま街をテーマに作りたいなって今思ったんですけど、その街がいろ,いろ並んでいく上でその？ま 建物が作られていく感じとか、なんかそういうのを段ボールで表現できないかなって、今、それは思いました。多分そうだと思います。もう本当に、やっぱり、あの、時間をかけないと、こう、いいものができないと思うので、なので、そのショートフィルムとかだったら、一年とか、もう本当に半年から一年ぐらいかけて作る感じになると思います。そうなんですよね。やっぱりどうしても全部一人でやらないといけないっていうのもありますし、やっぱり。 この作る部分に関してはできるけどその編集とかってなると一から編集を勉強しないといけないのでその時間ロスとかあと撮影のこう機材も今手元にないですからそれを借りたりだとか買ったりだとかしないといけないとなると結構一人だと大変なのでなのでなかなかできることが限られちゃってますなのでやっぱり好きなものからや,やってこうできる範囲幅が広がればいいかなと。 そしてこの幅が広がってこうオリジナルっていう幅まで広がればいずれそっちの道も開けてくるとは思うのでそのタイミングを待ってるっててる感じですいやでもやっぱりオリジナル完全オリジナルっていうものはないと思うので何かにしてもやっぱりどれにまあ漫画家だったら「そのドラゴンボール」に影響されたってとかいろいろあるじゃないですか。 なのでいろいろ影響されたっていう部分をとにかく今吸収してそのいずれその吸収した先にある自分の手札みたいなものからこう組み合わせしてできるオリジナルってできるんじゃないかなと思っているのでとにかく今この好きな幅をどんどんん広げてていってます最近は1ヶ月から3ヶ月ぐらいかけて作るのでなかなかそのテレビの取材だったりとかもなんか「制作過程とか撮っていいですか?」とかっていうのは結構ご依頼はいただくんですけど。 いいいや完成しななよみたいなテレビ的にはやっぱりこうパッパッパって完成してるようなイメージがあるらしいんですけどでも1ヶ月3ヶ月かかるので「ちょっと」っていうふうに言ったらいやそれはまあ向こうも撮れないですねっていうことで諦めていただくことは多いんですけどあのできる前は失敗してる点もいっぱいありますしやり直これからやり直さないといけない点とかいっぱいあるのでそれをその制作過程で取られてしまうとなんか。 下手だなとかへ変だなとかっていうふうに思われそこだけ見られて変だなって思われちゃうと嫌なのでなので同じ的には完成品を見てほしいっていう部分はあるんですけどでもやっぱりもう今の時代は完成品を見てほしいではもうない時代だとは思うのでなのでその制作過程とかをちゃんと見えるようにする時代がやってきてるんだろうなっていうのは感じながら作ってます。 YouTube とか TikTok とかやっぱ見てると何でももうその制作過程を見せる時代になってしまっていてそれがやっぱり私にとっては結構苦しくて私はそのカメラがついてるとこっちに気が集中しちゃってカメラに気がいってしまって作るのがうまく作れないんです。 なので私はまだそんなに制作過程を取ったりだとかしていないんですけどやっぱり周りからは制作過程を取って YouTube 編集してあげたらとかっていうのはすごく言われますしやった方がいいんだろうなっていう気持ちとやれない自分っていうのがあってすもやもやするっていううん、そうなんです、ね、1か月とかかけて作ったものをまた新たに編集しないといけないっていう。私のゴールは作作品制作は 完成するののがゴールなのに新たに完成したものの動画を編集して出さないといけないっていうのが同じ的に今まだ苦しくてなななかなか手がついてないて状態ですもう本当に何か海外の人の動画とかはもう本当に1ヶ月3ヶ月かけたものを全部こうタイムラプスみたいな編集してその10分とかでまとめる「いやー狂ってる」。 いや何なんでしょうねこうずっと抱えてはいるんですけど私がすごいと思ってる人たちはやっぱオリジナルを作ってる人が多いっていうのもありますしその尊敬してる人たちに近づけない私みたいな部分もありますしあとその勝手にリスペクトし,してごめんなさいっていう気持ちも <laughs> もちろんありますしなんかいろんな,なんかこう負の感情みたいなものが。 なんかこう常にこうモヤモヤしてるんじゃないかなとは思うんですけどなんかやっぱりなんんでしょうねこの感じはいやもちろんあります階段上がりたいですしやっぱりそのなんていうんですかねやっぱりもうウォルト・ディズニーイコールミッキーみたいなのあるじゃないですかなんかそういうのが常にな,なくてなんか常にその段ボールっていうなんかもやっとしたものしかな,ないっていうのが こうなんかこうモヤモヤしますし、なんかこうなんか私の前に1個何もない状態っていうのがなんかこう嫌な感じがするんです。嫌な感じもしますし、さらに作ってるものはこうモチーフの力も借りてんじゃないってよく言われたりつたとかもする部分もあって、こう,もうごめんなさいって思いながらやってるっていう感じです。そうなんですよね。なかなかミッキーが出てこないっていう。<laughs> メルヘン的なものも好きですしあともうメカ的なものも好きですしあともうアニメ漫画とかあともうゲームも好きですしもうとにかくアニメとかも好きなのあ、ま、映画とかも好きなのでなのでもうそういう部分からこう好きなものとかを見つけたりあともう、うん、逆にストレス発散に見たり読んだりすることもありますしなんかこうそ,そこからこうオリジナルのものが生み出せればなって 思ったりだとかするんですけどなかなかこう出てこないっていういやもうなんかダンボールでデザインしたいです <laughs> なので今はやっぱりその好きなものを作る中でこういろんなダンボールの表現だとかその質感の出し方とかっていうのをいろいろやってみて何かこう今本当に貯めてるような状態ですもう引き出しに物を入れていずれその引き出しからこうどんどん引っ張っていってこうなんかこう組み上げられるような。 なんかそういう作家になりたいです。そうですね、やっぱりあのー、ちょっと前まではダンボールで作らないといけないっていう感じがすごく強くあったんですけど、それが徐々にちょっと緩和されてきてはいます、今。やっぱりちょっと大きいものを作った時に、やっぱり中にダンボールだけだと弱いんですよね。なのでそこにもう仕方ないから木を入れるかとか、あとその、 どううししててももいつも折れてしまうそのちっちゃい角とかなんかこうサイドミラーとかああいう部分はつけててもとやっぱ取れちゃうのでそこにもうしょうがないから中にその真鍮入れるかとかなんかそういうのを最近やり始めているので徐々に緩和されているのでいいいいずれれろろ混じったものもものでできるかもしれないですそうですねやっぱりオリジナルそりゃオリジナルがポンと出てあの これがヒットすればすごいいいですけどそのなこともやっぱりもう、ね、世界に数人しかいないですからそれを目指すよりもその目指す前にいろいろ自分で貯められるもの好きなものを幅広げるとかいろんなものを貯め,貯めた上で将来的にもしかしたらオリジナルが出てくるかもしれないしもしかしたら出てこないかもしれないけれどもそ貯めたものはあの自分の財産となるので。なのでまだ はめといてもいいいいいんじゃないかなかと思いますいやー多分話的にはすごく大事だと思っていてあのでも大事なんですけど縛れば縛るほどどんどん自分の首を絞めていってしまうことになるのでそそのの締締め切り締めめりっててしまう前にその緩めていくでも一回絞ったことによってその絞った時の,あの知識とかあと経験とか自分の中にたまるのでそのたまったものを 次ちょっと緩めた時にどう使うかっていうことができると思うのでやっぱり何かで縛,縛りをつけるってのは結構大切だと思いますもう本当に、まあ、例えば時計だったらそのレンズの部分どうするんだとかあとたあの車のフロントガラスの部分とかどうするんだとか結構いっぱいあるんですけどでもそこはもうあの今は段ボールでこう縁だけ作って見えるようにするとか。 なんかそういう工夫とかもどんどんでそのタイミングでできていったのでなので縛りといいうか足枷は大切だと思いますやっぱりこう試行錯誤するのも楽しいですしやっぱりその自分に合ってないので合ってないもの外して自分に合ってて好きで続けられるものだけこうどんどんつけてこう自分っていうのを組み立ててあった方がいいと思います。